ンガスーパースタードゥースーこと小松ちゃんです。本日も頑張っていきましょう。はい、で今回は、まあ取材なんですけれども、なんとね、ドリフト祭りに来て BMW ね、 BMW のドリシャを見つけたので、ちょっとオーナーさんに伺っていきたいと思います。でその BMW がこちら。あ、隣に、なんと隣にいる方はYouTuberですね。オーナーさんではないんですけど、たまたま知り合った YouTuber の方で。はい、いいですよ。え、なんていうチャンネルなんですか？名古屋チューラービーダイアリーおよび、はい、チャンネルという日記があるんですね。名古屋、まあ、リフトは全く初心者なので、はいはい、チェイサー、普通はチェイサーになって、みんなと集まる、はいはいはい、あ、そうなんですか。それだけ。名古屋チュラビー、ちょっとチュラチェイサーチュラビー、チュラビー、はい、ダイアリー、ティムチャンネル、ティムチャンネル、発音がね、ちょっとあ、ドイツからね、はい、はるばる、はい、まあそんな感じでしたけど、佐藤さん、はい、お願いします。 BMW のオーナーさん、これ簡単に愛車紹介もらっていいですかね。社名から愛車紹介、はいはい、E46 の M3 っていうモデルでね、はい、最後の直六 NA。 何リッターなんですか？ 3.2リッター。カタログだと340ちょっととかになってるけど、340、まあ、全然、じゃあドリフトにはエンジンノーマルでも問題ないけど、ね、エンジンはまるでノーマルよ、はいはいはい、マフラーだけ、マフラーだけ、うん、足回りはねナックル入ってで車高調を入れて、ブッシュはピローが入るところはピロー入れて、リアはメンバーもリジットにして、そう、クラッチは ATS、はい、デフは OS。 あの、気になったんですけど、うん、なんか僕あんまり車って全然詳しくないんですけど、うん、外国の車ってなんかインチだからどうこうとかミリじゃないからどうこうとかよく聞くんですけど、そういうのってこの BMW は、うん、そういう部分に整備に関してはそのインチとかミリっていうのはどうなってるんですか？これはミリだね。ただ日本車で使わない18ミリとか、はいはい、16ミリとか、はい、の間のサイズが必要なだけかな。で、やっぱりちょっと一番気になったのは、うん、このフロントなんですよ、うん、フロントマスクって、うん、これバンパーついてないですけど、こっちにバンパーあるんですけど、うん、つけて走るんですか？これはサーキットでは外しちゃう。なんかこの棒は、うん、つけるときは外す。いや、これはこのまま、これはバンパー代わりだから、このバンパーをそのままもう一回つけることも可能なんですか？もうこれはね、上からつけられちゃうんですか？この内側の形に合わせて、自分で作ったもんだから。わ、すごい。こうやって、すげえ。わ、すげえ。このキャッチの部分は純正を生かして、はいはい、でこれはすごい。こんな感じ。帰りはこれでよ、もう。わあ。帰ラップでギュッてしまって終わり。これはあれ感動しました。カンカンパイプだよ。普通のパイプ。足場パイプ。ああ。ちょっとずつこう切り刻んで。ああ、なんか、ま、曲げていくの。ああ。時間がかかってますね、うん。これバンパーも高いですもんね、やっぱり。そう。で一回ね、はい、エビスでクラッシュして。はいはい、バンパーもナンバーもぐちゃぐちゃになった時あったの、はいはいはい、でボンネットまで行っちゃったんだけど、なんかそんな風には全然見えないですけど、これも直した。昨日聞いた時、車にまつわる話ありますかって。あ、全然あるじゃないですか。全然あるじゃないですか。こういうこと、こういうこと、ここ全然あるじゃないですか。いや、ちょっと失礼します。潜入。オフルバケットシート、内装はどんな感じになってますかね？ステアリングはナルディで、はいはい、でシートがレカロ2脚 で、はいはい、で後ろのシートは取っ払っちゃって、タイヤを積むために、はいはい、フラットにしちゃって、すごい。ただとシフトが、うん、クイックシフト長いんだけどストロークが短いっていう。へえ。と座ってカチッて入れてみて。いいんすか、いいんすか、そんなことをやっちゃって。お邪魔します。あ、これは変えたの？それはアルミで作ったの。え、待って、そうなんだよ、こっちがアクセルでこっちがクラッチなんですよね、うん、おぉ。短いでしょ、カ
カチッこれすごい。え、これ何足なんすか？6足。あ、6足、うん、これはこれすごいですよ、アキさん。なっ、これね、え、待って、1こっちですか？1足が左前、左前か、1、うん、1、2、3、4、5、6か。これそれにしてから、これ BM ってね、あのシフトのリンクがブッシュで固定されてんだよね、純正ってのは。そう、それでその下はこれペラが回ってるもんで、ミッションが揺れるほどのあのドリフトの衝撃が来ると、はたいてね、そのブッシュから抜けちゃうんだよね、カラーから。あのシフトの棒がプラプラになっちゃうっていう症状が出たんで、これはもう完全にもうボルトで固定して、そう、直付けになってて、ブッシュとかも一切返さないでダイレクトに押すタイプなの。なるほど、うん、僕の頭で多分6割ぐらい理解できます。じゃあ、ちょっと時間ある時に、うん、BMW で、うん、北コース、北コース行ってみようか。ドリドリしてもらっちゃおうかな。横乗りいいですか？いや、いいよいいよ。やった。はい、はい、じゃあそれじゃあですね、今からこの BMW 乗っていきたいと思います。イエーイ。じゃあ行ってきますね。はい、すいません、じゃあお願いします。外車あるある、運転席に乗ろうとするやつ。それ左半なんだよ、左半。わあ、お願いします。じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、わーい、バイバイ。このプーっていう音は、あ、これがウォータースプレー出た、ウォータースプレー。ちょっとさっきの動画ではちょっと流れてなかったんですけど、出てるかわかんないよ。この車あれらしいっすよ、あのリアタイヤにウォータースプレーが出るというね、すごい車っす。
日本のドリフト。ありがとうございます。結構もう一度だけちょっと念のためにいいですか、ごめんなさい。いいよ。カメラマンがちょっといい絵を多分撮ってくれると思うんで。これは最後もクラッチ打ち切りも一切使わない。え、使ってないですか。使ってないよ。だから余計自然な感じなのか。そうそう、ガクガクしない。はい、ドリフト入ります。使ってないぞ。かっこいい、かっこいいが撮れました。ありがとうございます。はい、いやいやいや、素晴らしかったです。はい、あ、ごめんなさい。 ありがとうございます。いいよ。嬉しい。またよろしくね。お願いします。よし、やばいよ、アッキーさん、やばいよ。 NA のドリフトは違うね。やっぱりハンドルさびきが安定してシュッ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 な。これすごいことが、あのサイドブレーキクラッチ蹴り、サイドブレーキとかクラッチ蹴りとかしてないっす。やばくないっすか。すごいっすよね。運転技術もね、熟練されてるダンディーなドリフトでした。以上ね。はい、じゃあ終わりです。バイバーイ。